皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは自宅料理教室開業許可の有無と開業届の提出についてということについてお伝えしていきたいと思います。いろいろなご自身の人生の選択肢において、例えば脱サラというか会社員からですね、独立して教室開業をしたいっていう方も結構最近増えてきているんですけれども、その時に実際にじゃあ開業しようと思うとどういう資格とか許可とかがいるのかとか、開業届はどうしたらいいのかとか、そんなことをですね、最近ご質問とかいただくようなケースが増えてきたので、ちょっとこちらの方でまとめてお話をちょっとしておきたいかな。経験値とあとモアベターっていうより良い選択肢っていう意味でのお話も含んだところでちょっとお話をねしていきたいなというふうに思っております。はい、それではまずね本題に入ります。あと料理教室とか教室業、自宅教室業という括りにおいてですね、開業をするときに何か資格とかですね、届け出とかが必要になるのかっていうと、まず結論から言うと必要ではないということになります。で、私も当然パン教室をやっていたので、調べたりとかはねしたんですけれども、基本的には必要がないです。ただし、その販売をしたいっていう方に関してはやはり保健所とか立ち会いの検査とかも含めて通信区ないとダメとかいろいろ細かい規定とかがあるので、その販売をしたいというふうになると自宅の居室の部分と販売をするものを作っている場所は別っていうふうにやはりしないといけなかったりするんで、そちらはちゃんと許可が必要になるんですけれども、通常の料理教室、パンお菓子とか雑貨、自宅教室業って言われる業に関しては何かを届け出しないと開業しちゃいけないっていうことはないんですよ。だから、極端な話、明日から開業します、教室やりますって言ったらできちゃうっていうのが自宅教室業になっています。特別な許可とかがねいらないで、ただ私はパン教室をやっていたので、食品衛生管理者っていうのは講習を受けて試験を受けて一応取ったりはしました。衛生上の基本的な考え方とか、それはやっぱり知っといた方がいいなっていうふうに思ったので、これは自発的に申し込みをして1日の講習で試験を受けて取ってっていうことはやりました。教室業で食べ物扱ってる、そうじゃない業種業態の方はねそれすらもいらなくって、単純にその場所があって宣伝告知をして人を集めて、お金もいただいてっていうことで成り立ってしまうのが自宅教室業ということになります。ですので誰かの許可がいるとかそういうことがねなしでできるから、逆に言うと誰でもいつでもできてしまうということなんですよ。それが気軽に教室ができる事情と理由、あとは昔からそうなんですけれども、最近は本当にビジネスとしてちゃんと やりたいっていう、私も会社員からの転職でしたので、そういう状態からなる方も多いんですけれども、主婦の方が、外にねパートに行くこともできない、例えば家の事情、介護をしているとか子供が小さいからとか、いろいろなさまざまな家の事情で自宅でなんとか仕事ができないかというところからスタートしているのが自宅教室業だったりするケースが非常に多いので、主婦の方の教室っていうのが昔はすごく多かったんですよね。最近は生きがいとやりがいとして教室業を選ぶっていう方も増えてきていて、それはすごく私も理解できるんです。自分が私はコンサルタントになっているんですけれども、教室業をやるっていうことはどういうことなのかっていうのを身をもって体験をした上で、教えてるっていうこともありますので、選択肢としてそれをやりたいっていう、最初からちゃんとお仕事としてやりたいっていう人が増えたんですよ。趣味の延長とか誰かが喜んでくれるからとか、ママ友にそれを教えたいからとかいうことだけじゃなくて、
で、あとは例えば50、60とかになってくると、まあ、人生の終わりが見えてくるじゃないですか。その年代においてはやっぱり昔やりたかったことをやりたいとか、家族の手も離れたから第二の人生、自分が好きなように誰かに必要とされてやりたいっていうタイプの方もいるので、がっちりちゃんと稼ぎたいタイプの人と、その人生もう一度リバイバルみたいな形でやりたいことをやりたいようにやるという年齢上目の人っていうのが、もともといた主婦層にプラス加えて増えているんで、教室業は非常に増えてるんですよ。で、基本許可なしでできるからどんどん増える一方です。基本的には私が見ている15年間見ても増える一方です。ですので、気軽に始められるし、でも続けるのは、だからきちんと収益を出して続けていくのは少し昔より難しくなっているという状態になっていますね。で、開業届っていうのも基本的にはなくても別にやっちゃうことはできます。確定申告とかね、当然開業届を出せば確定申告もしなくちゃいけない、どんなに儲かってなくても。で、仮に儲かったらその分ちゃんと計算をした分のね、税金を納めるということにもなるから、まあ極端な話ですね。まあ、そういうちょっと大きいお金じゃない場合には、開業届なしでやっちゃってるっていう方もものすごく多いのが自宅教室業です。どうせ税金払わないし0円だしみたいな感じですね。まあ、あとは実務的には確かにね、税金のことも気になる部分ではあるんですけれども、まあ、気持ちの問題ですね。やっぱり儲かってる儲かってないとかじゃなくて、やっぱりちゃんとお仕事としてやってます、開業届みたいな、まあ、けじめという意味ではやっぱり開業届は出した方がいいかなというふうには思っています。私は2011年の1月1日が開業届を出している日、1月1日に役所に行ったんじゃないんですよ。1ヶ月以内ぐらいだったら別に問題なく、前の日に遡って開業届を出すことができる状態だったんで、1が並んでて縁起が良さそうだなと思ったんで、2011年が開業の年でしたので、2011年の1月1日っていう日を個人事業主としての開業の日にしたっていうことですね。はい、初年度はね、大してまあ売上390万ぐらいでしたので、そんなに税金払わない程度でやりましたけれども、その開業届を出すと当然その確定申告っていうのをやっていくわけで、その時に自分がどういうふうに1年やってきたかっていうのをやっぱ見直すためにもね、いいかなって思うので、開業届はね、出すことはまあおすすめします。はい。で、最近で言うと昔と事情が変わってきてるのが、まあ、今はメインリアルのね、お話でした。だからリアルで教室開業をするっていう場合には、まあ、自宅なのかマンションなのかっていうことでもやはり大きく変わってきますよね。で、自宅の場合には誰かに何かを言われるとか、そういうケースはなくてできます。それこそね、家族が許してくれるんなら自宅の、ね、ポスト付近に看板ドーンと大きく出すっていうこともできるので、歩いてる方にね、見てもらってっていうこともできたりとかします。まあ、あとは逆に自宅でそれをやってるっていうことを外向きに知らせるのが嫌だっていう場合には、ひっそりとね、ネットで集めながら自宅はここですみたいな感じでやるっていうこと、まあ、防犯上のこともあったりとかね、しますので、そういう選択肢を取る方もいらっしゃいます。で、マンションの場合にはやはり商業的に使っていい、良くないを管理規約はしっかり調べる必要があって、で、かつそれが、まあ、グレーのラインとかもあるんですよ。なんとなくなあなあでやれてるみたいなところとかね。あとは人数が少ない出入りで済むようなレベルの業種業態だと、激しくそのオートロックをね、こうピンポンピンポンやる人がひっきりなしに来るっていうこともないから、まあ友人が来てますよぐらいの体で済めばね、大々的に公に言ってない限りにおいては、多分問題なくできるんだろうなっていうところはあります。まあ、私の場合には自分のマンションは分譲で、1階の専用には、と駐車場がついている
マンションだったもんですから、そちら側から皆さん来てもらう分にはオートロックには触ることもなく、もう本当にそのままこんにちはみたいな感じでリビングの窓から入ってきてもらうみたいな作りにもともとなっているので、そういう点で非常にやりやすい物件だったっていうのはあるんですね。会社員だった時に家は購入してるんですけれども、結果としてパン教室をやるようになった時に皆さんから庭から出入りしてもらえるっていうのは非常に有利っていうかやりやすいような内容と状態だったなっていうふうに今では思っています。はい。なのでそのマンションの場合には分譲賃貸とかルールとかっていうのが結構規約があるはずで、不特定多数の人の出入りを禁ずるっていうのがオートロックの本来の防犯上の、ね、内容になるので、あまり頻繁にたくさんの人数だから人気教室になっちゃうと、むしろ強制退去させられる危険が出てきちゃうんですよね。管理組合っていうかルールがダメっていうところだった場合にはですよ。なのでそのあたりはちょっとね注意しながら、場合によってはスタジオを借りながらやるっていうことも必要になるケースがあるので、戸建てなのかマンションなのかっていうことでもリアルの場合には結構こだわらなくてはいけないところにはなってくると思います。で、じゃあ場所ね関係ないっていうのは、昨今の働き方的にはオンラインの教室っていうのがありますよね。オンラインはこのあたりの問題を全部解決してくれるので非常にいい仕組みですよね。そういう意味ではだってこの範疇があればオンラインって教えることができますからね。それがキッチン の内容がねどうかっていうことは別としても、オンラインっていうのは基本的にその実際に人を呼ぶっていうハードルから比べるとかなり低くて、やりやすいような内容にはなってくると思います。だからコロナ禍の後ですね、オンラインが非常にこう栄えているところで、教室がだから玉石混合というか、駆け出しの人でもウェブのスキルがあれば開業できてしまうんですよね。昔から逆に昔からやっていてスキルと知識がある先生でウェブが苦手な人は教室の存在として知ってもらうことができないので、逆に不利になったりとかするので、受ける側からすると、その有名な習いたかった先生、東京の先生が北海道の、ね、人とかでオンラインで習えるっていうことから言うとチャンスがすごく増えている、先生にとってもチャンスが増えているっていうことにもなるので、格差がすごく出てくる感じにおそらくなるはずです。なので自宅教室業っていうのは気軽に開業ができる分、開業した後の方が多分大事になってきていて、でリアルの場合にはそれこそ地元のフリーペーパーとかっていうので集客もできてたかもしれないし、地元のスーパーの張り紙とかでも集客ができていたかもしれないし、聞いた感じだと郵便局ですかね、なんかそういうところの張り紙とかでも集客ができていたようなお話は聞いたことがあります。だからリアルはリアルのもちろん集客はあるんですけれども、オンラインとかになると主戦場がもうウェブになるので、 SNS が上手に扱えるとか、自分がどういうふうに外向きに自分っていうものはこういう人ですよっていうものがアピールできるかできないかっていうのが一つのポイントになってくるので、それが苦手な先生と上手な先生とで多分明暗がはっきり分かれると思います。だから教室業の運営も第2世代に入ってきているなっていう感覚を、特に2020年以降、コロナ禍以降ですね、変わってきているなっていう感覚があります。ただ一つ言えるのは、ものすごく教室が増えているっていうのは間違いなく、ほぼ右肩上がりで増えていってます。リアルの方でやりたいタイプの先生とオンラインでやりたい先生、両方できる先生、もう全国的に比較検討されてしまう状態になるので、強者と弱者ができるとすると、ウェブのスキルがあるかないかっていうのが非常に大きな分かれ目になります。だから今の時代は開業は簡単だけど、今度生き残る、集客をし続ける魅力がある教室で生徒さんを引きつけ続ける方がむしろ多分難しいので、以前の集客スキルとは
またさらにもう一段上がってきちゃってるので、淘汰される教室、生き残り続ける教室っていうのがはっきり出てくるのが2020年以降かなというふうに考えております。はい、そうしましたら本日のまとめに入りたいと思います。自宅料理教室開業許可の有無と開業届の提出についてということですが、まず許可はいりません。なので、開業を普通にできてしまいます。開業届も義務ではありません。だけれども、自分のけじめとか いろいろ、そういう意味で、何かをね、公的な部分で融資を受けるとか、いろんなことをしたい時に、とにかく開業してないとそれもできないので、将来的にきちんとやっていきたいっていう要望があるんだったら、開業届は出してもいいんじゃないですかっていうふうに思ってますので、そんな感じで自宅教室業をこれから開業したい方はご検討いただければというふうに思っております。それでは。